オーラがある。いやいや、あの昼食してて固定収入があるっていうところがちょっと安心感。眉は無理だね。相手に頼む。あ、好き？無理だ。むしろ振り回してたんだよね。そうなの。若い頃、二十歳の頃ね。女の悪口ブロックするからね、気をつけて。俺の悪口にして、俺は二人にいじめられたい。俺が最低だから。そうだな。お腹すいた。クレちゃんすごいね。ラーメン行こう。ってなってるし。行ってるよ俺は。絶対さ、前のあそこ連れてこ、そば。ね、デブだからさ、あのお腹いっぱいって言えないじゃん、ゼロワンって。そば連れてこ。だから、やちょっとやばいってなってる。そば。前おすすめのそば屋がある。行く、うちの行きつけのところ。前に。ん？できるできるできる。前に。ラーメン。そば。なんか、つけ麺みたいな。つけ麺か。ちょっと辛いやつ。美味しいよ、美味しい美味しい。ハマる、ハマる。行く。うん。美味しいよ。三品しかどんな感じ？キモい。三品。マジ気持ち悪いこの人。三品できるなら、気持ち悪い。10万払おう。ダメ。あ、ねね。ダメか。おかしいな。ソルちゃんなんか案外やれそうじゃん。おかしいか。いや絶対できない。あ、できない。どっちかに見てもらうから。見るか見られるかはどっちがいい？え、見る方がいい。見る方がいい。気持ち悪い。嫌だよ。眉は嫌だよ。嫌だ。おかしい。俺もしたことないし、俺も気持ち悪いと分かってる。冗談で。いや、笑い方キモいよ。冗談や。冗談。ゼロワン太ったね。うん？太ったね。だって野菜食ってないもん。死んでもある。本当にこの人さ、私ね、ストレスもやばいね。お前のせいで太ったって私のことすごい責めて、私と別れた後なんか太ってんじゃん。そうだよ。意味わかんねえから、全部人のせい。違うよ、前が太らせたんじゃないって。前も太らせた。くるちゃんの時も太ってたよ。作るなっつっても作るじゃん、二人の。作るなって、食わせるなって。いっぱい食べるから楽しいよね。うんうん、そうなの。料理下手でも食べてくれるから気持ちいい。マジでキモい。一夫多妻制がいい。二人とも付き合いたい。ダメ。その分頑張るから。うん、どっちかに決めれない。二人と付き合いたい。ダメ。最強の展開ダメか。応援してます。だからゆっこはくるとかまゆみたいに頑張らないとダメなんだよ。ここにゆっこいたってダメだろ。これぐらい頑張らないとゆっこは。だからゼロワンガールズ破門されるんだよ。見た目じゃない、年齢でもない。この2人は伝説を残してくれ、うん、女でナイス1位取ったことあるな。すごいで。いや、どうぞ。まゆちゃん、まゆもあるでしょ、うん、だから実力あるんや。なかなか取れんやないですよ。今はヨシエさんが強いから。じゃあビビってやめちゃった。ヨシエに、うん、ビビっちゃった。やらないと。ビビっちゃった。あ、こでだってさ、10日間で一番ナイスだよ。それなんか10日間で5000ナイスとかだったらまたさやろうって思うけど、1万ってもう無理じゃん。無理じゃないよね。なんかもう無理だなって思って、1位は無理だなって思っちゃったらなんかやる気が出なくなっちゃってさ。吉井さん強いよね。強いよ。あれはもう新しいカテゴリーだと思います。あれ毎月やるんじゃん。あれはもうだって私コメントでも来るけど、別に吉井さんの配信見てないって。持ってきました。持ってきたの。で、あと俺の顔たたんやん、お兄さん。あ、ありがとうございます。顔優しい。ありがとうございます。お茶、お茶もええの。はい、なんか飲んだと多分さっぱりすると思う。わー優しい。ありがとうございます。三冠をわざわざ持ってきてくれて。
醤油は。あーごめんなさい、醤油。あ大丈夫ですこっち。なんかあ逆にあのすごいよくしていただいたんで、逆に持ってきたいって気持ちになった気持ちに なりました。すいません、なんていうお店。あ寿司侍。寿司侍、うん、すいません、ご迷惑かけました。いいお店ですよ寿司侍。ありがとうございます。すいません、僕の気持ちなんで、すいません、うん、ありがとうね。はい、すいません、ありがとうございます。なんかちょっと生ぬるくていいじゃん。あったかい。生ぬるくて、飲みやすいじゃん。いいや。あなんか、チャミスル飲んでたんで、ずっとめちゃくちゃ酔っ払っちゃった。ひどい気になってる。いや、まったく。酔った、え良くないの。いや全くそんな感じはないです。そういう感じはないんです。これクロちゃんいじめてないけど眉がマジでいじめた。本当に気持ち悪いからやめてくんない。結構強く。やばいね、うん、すごいねこれ。でこいつなんかあのすごい、ね、リスナーさんに何だっけ、天下をもらって、あの天下でなんか空中オーナーにしたらしい。空中オーナー。えなんかこの天下をでなんかこうやってちゃんと体をちょっとなんか下に置いてね。あそうだった。空中って何。下に置いてこうやって上から正常位で動いてるらしい。そうだよ。何がいけないの。え天下固定した。天下をだから床に置いて、そこからあの正常位みたいに。何がいけないの。え別にいいじゃんね。男はやるんだと。えそうなの。やるよ。で AV 見て、AV の男優が。そうなの。正常やってる時は正常にして。あそうなんだ。でバックになったらバック風にやってって。あそうバックって聞いた。そうバックって言ってた。バックしたって。そうだよ。バックさリアリティ出るじゃん。自分が知ってるみたいになるじゃん。いいじゃん別に。何がいけないの。VR 買えない。いや VR は分かんない。 AV 見れるの。VR ね、これはちょっと投資したいかも、うん、ね、2人がね、セフレになってくれたらいい。無理でしょ。無理です。前はいける。無理です。ん無理です。無理でしょ。無理だよ。いや、それできたら本当真の配信者かもね。いや、でも俺が真剣に結婚前提で頭下げるならまだワンチャンありそう。両方とも。どういうこと。真剣に結婚前提だよ。むしろもう結婚するぐらいの勢いで頭下げたらいけそう。二人とも。俺はそう思ってる。真剣だよ。あ結婚願望が強いからってこと。いや二人とも疲れてるから、うん、結婚前提ね。俺がもう一度頭下げてさあいけるでしょ。ほら、いけるじゃん。否定しないから。いけるんだよ。早いね、仲間さん。これレッドブルー飲みすぎ、体に悪い。トマト杯。トマト杯。飲めなくなっちゃうよ。どうするこの後。いけそうってことは、復縁はできそうってこと。頑張れ。まあ、しないけどね。さすがに。で今男配信者が彼女ブームなんだよね。彼女ばっか作ってるじゃん。逆に作っちゃダメだよって思ってる。逆にね、ほら前の家いいとこ取りできる。いいとこ取り。セイジさんもテンストさんも付き合ってて、で機長さんはまあ分かんないけどね、多分、うん、そうだよ。で養分さん結婚したしね、うん、だからガチ恋は今増えやすいんだよ。みんな集結してくるよ。集結してくる俺に、うん、マジで、うん、流れ来るかい。流れ来ると思うよ。本当だからあの3人でやるってなっちゃうと閲覧は増えてもあのじゃあ2人で帰ればガチ恋がさまよっちゃう。ガチ恋はさまよわないよ、うん、だもしかしたら機長さんが持ってっちゃうかもしれないよ。いや政治追い出されてても別れてないから。あんなの機長の家に来る口実だから、うん、別れてるならまだしも。みんながハッピーがいいね、うん、みんながハッピーって。みんながハッピーになるよ。なればいいけど。例えばこれこっちと2人こっちと2人だったらハッピーになれないんだ、うん、なんで、うん、なんで
なんでってこっちで復縁疑われてこっちで復縁疑われるじゃん。3人だから成立するんだよ。わかる？あー、なるほどね。うん、3人だからこそ成立するから提案してるんだよ。なるほどね。うん、で来ると帰ったって大して爆発力ないから。いやいや、閲覧強いよ。クルちゃんとゼロワンって。違うよ。君ら2人が帰ったって爆発力はないよって。起爆剤の俺がいるよって言ってるの。マユはカタクナにクルドを連れて帰ろうとしてるけど、だから男がいるのを疑ってるよね。いや、そんな疑うんだったら私夏希と近々じゃあ温泉旅行行くわ。嫌なの？嫉妬するってこと？そうじゃなくて怖いって言ったって。マユいらないとか。だから今ブロックしてるじゃん。俺がディスられてもいいんだよ。私がやられめんどくさいんだよ。やられてないでしょ。熱海とかいいかもね。熱海旅行とかね、うん、楽しいで、うん、いや俺は邪魔じゃない、うん、全ては俺から始まってって言っても過言じゃない。間違いなく俺は必要だ。クルちゃんどう思ってるの？いや、なんかさ、一瞬ノリで面白そうだなと思ったけど、まゆちゃんが乗り気じゃないならやらない方がいいと。くーちゃんの気持ちは？私は面白そうだ。クルちゃんとゼロワンで2人で やったらいいと思う。いや、そうやったらいいんじゃないかな。まあ、そういうことね。リスナーさん、あー、どうも。マユ、さすが。マユはこの状況で自分が評価される道を選んでるだけ。そういう女だよ、お前。ずる賢い。お前もな。今しか見てない。お前もな。ダセーよ、お前は。お前だよ。ダサい。お前だろ。ダサい女だよ、お前は。お前だろって、俺は叩かれる状況を作ってるから。この状況っていうのは。何を恐れてるの？お前と違うな。ヒゲ生えてる。口に。ヒゲ。生えてます。彼氏いないから。ヒゲ生えてます。ゼロワン様なんで、どこまで。じゃあ二人でやってみろよ。二人で。クルは俺がいた方が絶対嬉しい。なぜなら、クルミは俺を愛してるから。え、まゆちゃんは？まゆも愛はある。ただもう手に負えないんだよ、俺が。うん、俺が頭おかしいから。前も愛情はある。これはそうです。君どれぐらい世話した？どれぐらい？全部で8ヶ月とか。どれつけたっけな。去年からだね。別れたりとか期間も空いてるから複雑なんだよ。前3ヶ月空いてるってなったかもしれない。俺はね、ほっとけなくなると思う。こう見えて弱さもある。ほんと振り回しすぎだよ。男が女振り回さないで、女に振り回されてどうするの。振り回すぐらいの男はいいだろ。自分が振り回したらつまんない。なんか心から心配になる時があるんだけど、なんかそういう裏切られてる気分になる。なんかね、かわいそうな。ジロワンってかわいそうだよ。かわいそう、かわいそうなの。これは
いそうなんだよ。かわいそうなんだ。わかる？こんなことして。俺は一人ぼっちだよ。結局。かわいそうだよ。一人ぼっちっていうか。俺は配信者として新しいことを模索してやり続けなきゃいけない。それは男としてかわいそうかもしれない。配信者としては正解なんだ。配信者として正解の道を選ぶ。かわいそうだろうと叫ぶんでいいよ。俺は配信者だ。煙たいっていうのにかかってるで。人のタバコ何も言わず吸いやがる。一本ちょうだいわ。いいよ。いつもそうだ。車乗ってる時も右手で吸って左手で吸わなきゃ。吸わない人がいるなら見てみろ。俺は背後にこうタバコをやってるぞ。眉、うん、この気遣いは全部来るにかかってる。副流炎が一番体に悪いから。そういうとこだぞ眉。なんで俺にかけてんの。ほら俺はいいけど、クルがかわいそうやろ。クルちゃんと消しな。いつも言ってるよ俺、前の家から。でもね、マユよりもクルちゃんの方がさ、クズ好きじゃん。心配になっちゃう、クルちゃんのこと。あー、でもなんか軽い好き。二人似てるところがあって、なんか似てるところがあるんだよね。ゼロワンとクルちゃん似てるんだよ。人を好きっていう感情。あんたも似てるぞ。分かってない。マユが？俺と似てるよ。似てないよ。似てるよね。似てない。マユって俺にそっくりって人いるよ。生活が。あ、恋愛に関してはそうじゃないけど。なんか欠落してるというか。欠落してる。恋愛に欠落してるというか。なんか 似てるんだよ。アルチューなんとかじゃん。なあ。あれ、アルチューなんとか。ゼロモンさんやん。なんやねん。あ、なんやねん。なんで言われてんの。なんやねん。この野郎。じゃあ、女2人だけで、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、お願いしちゃう。なんで私が悪いわけ。あ、なんで混ざったら悪いの。混ざるんじゃねえ、てめえ。あ、はい、混ざるだけ。あ、パンツ、パンツか。ああ、ああ、ああ、当たり前にパンツ入ってるの。ノーパンの女が好きなのか。めっちゃいいな。ノーパンの女が好きだね。ノーパンの、ノーパンティー、ノーパンティー、ノーパンティー。何言わない。まあ、それは想像しろ。想像しろ。あれ男の子4日くらいはクルーの方だね。これ行ってない、これって人生。クルーちゃんが好きかも。みんな、あ、ちかちゃん、まゆ、トイレか。トイレ並んどる。例えば眉いいな、お前。可愛いな。そうね。かぶいてる。え、本当くらくらなの。じゃあ、まあ、10分くらいだったらいいか。あ、だって。トイレ入ってる。なんだ。来る気もブロックだ。二人とも可愛い、正解。こういうのがブロック。自分のアウターないの。あるんじゃない。心理学的にいいらしいよ。そうなんだ。だからその信じることがいいんだってね。毎月1万5000円ぐらい払ってる。でも
も1万5000円で。お前黙れ。いや、いいんだって、宗教って。うちのお母も宗教ハマってるわけ。あ、そうなの、うん、いくらぐらい使ってるの。いや、わかんないけど、私ちょっと反面教師で宗教は無理だけど、神社はすごい。もう私、位高いから神社行かなくていいんだよね。え、じゃあ毎年お正月どこ行くの。あ、もう神社とか行く意味ないんだよ。お守りとかは。お守りは厳正利益って言って、それでお金を払って利益を得られるわけがないんですよ。でも私宗教嫌いなんだよね。え、お母さん宗教やってるんだよね。で、私無理やりうちのお母さんがなんか私のこと入れて宗教に、え、入ってるメンバーに入れて、私入ってんだよ。でも私嫌なので、なんかいつもなんか畳のなんか10畳の畳の中に畳に監禁されて、なんかアニメ見さされるので、なんか神様がなんか呪文唱えたらなんか空飛んでるみたいな、テレビ見せられて、神様が、私それずっと見せられて、まあ、頭おかしくなっちゃうよ。オーブ心理教じゃんそれ。あとはなんか井戸、カラカラの井戸になんか呪文唱えたらなんか井戸の水が湧き上がってきたとか、そのアニメをずっと見せられて、しかも呪文唱えなきゃいけないの。あれ小さい頃ずっと、今でも覚えて、その呪文今も言えるんだけど、言いたくないから言わないけど、宗教アンチですね、悪いけど。だって金払ってんでしょ。なんで神様なのにさ、金もらうわけ。いや、50万ぐらい払ってる。え、私の親は東日本大震災で 3.11 で福島行ったんですよ。福島行ってなんかその助けるために、そしたらあの被災地の人たちに勧誘して帰ってきたから。みんな勧誘して、でみんな神頼みしたくなるからさ。怖いよね。でもその人はいいことをしたって、あ、神様を教えてあげて。宗教はゴミだと思ってる。ゴミで50万払ったんでしょ。でもうちの宗教は勧誘しないから、社長しか入れない。でも50万ってどういうこと。だからお金持ちしかいないの。50万ってだって なんで50万払う必要が。その位だから、その昇格するには50万払ったら位が上になるよってことでしょ。いや、あ、そう、あ、だからほら50万で50万払えば、死んだ後に、それ本当に神様なの。死んだ後の世界が一番大事なんだけど、本当にさ、幸せになれるの、死んだ後。死んだ後、絶対的な問題。それ絶対なの。50万払えば幸せになる。50万払ったら幸せになれるの、天国で。転生に、輪廻転生繰り返してるんだけど、3000年に1回人間に生まれ変わるんだよ。でもその後は牛とか家畜とかね、幸せじゃないの。人間に生まれて50万払わないともう幸せになれない。50万払わないと幸せになれない。だからそれ洗脳じゃん。それ洗脳じゃん。だってそれって証拠もないしね。絶対っていう、絶対なの。50万払ったら絶対幸せになれない。そしたらもう家畜とかに生まれ変わらないで。それ絶対なの。そう、証拠あるの。極楽浄土に行ける証拠あるの。ちょっと言えない。あ、絶対に多言してはいけないの。言えないじゃない。クーちゃん騙されてる。やっぱ01と1年半付き合っただけあるよ。
やっぱ洗脳慣れしてるくるちゃんは。洗脳慣れがすごい。洗脳女。いや心配になってきちゃうって。でまたお金払うことになるかもしれない。もっといいくらいの天国に行くために100万円とかね。よし行った。あ、仏壇も買わないといけない。あ、またそんぐらいだから。またで怖いよね。結局宗教ってそうじゃん。うちのおかんのちょっとバカにしたけど同じなんだって。じゃあお正月神社行くでしょ。でもうちのおかんも行かないでしょ。行かないの、うん、絶対行かない、うん、あ、じゃああの年末に金聞くじゃん。あの金なんか金聞くじゃん。金それも仏教なんだ。どういうこと。除夜の鐘。もう仏教を否定する人は除夜の鐘聞いちゃダメだよ。いや別に信じるのはいいけど。あ、なんかアムウェイも聞いた。なんかアムウェイの信者とか。アムウェイは美味しいよ。でクリスマスどうするの。除夜の鐘クリスマスやんない。あ、でも私もともとキリスト教だったからクリスマスもいける。クリスマス、え、そうなの、うん、結構あ何でもありじゃん。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ。ダメだよそれ言った。御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ。アメン。わーすごい。うちの宗教のおかんの呪文聞く。あ、でもダメか、落ちちゃうもんね、自分言ったら。ダメだよね。大丈夫だよ。ダメだと思うよ。仏説マーター生阿弥陀仏、うん、ずっと神様の名前を唱え続けんの。私のうちのおかんは結構コアな宗教で。それ偽物だよ。あ、ダメだ、偽物とか。じゃあそっちも偽物だよ。今仏法に背いてしまった。多宗教をディスっちゃいけないんだった。行かれてやがるこいつ。すいません、すいません。あと今一瞬お腹見えた。すいません、お腹やばい。私もうダメだから。もう反対派だから宗教。だってうちのおかん、なんつうんだろうな、なんかその宗教を信じたいのもあるかもしれないけど、人に信じてもらいたいがために嘘つくんだよね。例えばなんか通り魔に会って包丁をなんか胸に突きつけてきたって言って、うちのおかんが。でも胸にあのお守りの木箱があったから守られたとか言って、絶対嘘なわけ。絶対嘘なんだよね。あと空飛んだとかね。私がちっちゃい頃信じると思って、なんか信じてほしいがために嘘つくよね。なんかそれ聞いてたじゃん。なんかもう冷めるっつうかドン引き。本当なわけないだろ。え、正直もっとすごいよ。でも言えない、みんなにも言えないんだよ。死後の世界の話とか。え、言ってよそこは。絶対に多言できない。そこは言ってよ。でもうちの宗教に入んないとみんな鬼畜の世界、地獄に行きますよ。地獄に。地獄、はい、地獄ってそもそも絶対的にある、存在するの。あります。どうして。あの
畜生界とか地獄とかいろいろあるんだよ、下の世界が。そこにまた行って、で3000年後にしかまた人間に生まれ変われないんだよ。分かんないよ。死ぬまでの間に40万払って、私思うんだけど、じゃあ例えば今私が犯罪を犯して、そのね、来世は、ね、ゴキブリに生まれますよっていうのは、犯罪を犯さないためにそうやって言ってんだって。悪いことをしないために。いや、人間は常日頃から悪を犯してる、罪を犯しながら生きてるんです。だから畜生界に行くんですよ。で何、神宗教入ったらもうハッピーってこと？犯罪犯しても？いや、そしたら追放される。金払ったら OK ってことね。あ、でも50万払ったら天国ってことね。悪いことしたけど50万払ったら私幸せになります。でも精進しないとダメです。いけますよってね。精進して常日頃いい行いしてないとダメ。でいいことしてる？してない。いろんな男として仏法に背いてる。イスラムだったら撲殺だよ、来るじゃん。本当だ。本当に本当に首ちょんぱにされる。ブラジャーのとこまで攻めてる。触ってもいいかな。キモいから。え、どうだった？何？比べてみて。いや、クリちゃんぶっ飛んでるよね。ワンチャン立ってるかもしれない。ない。で、また触ってるもんね。やばくない？どこ？マヨンチ行こう。ね、コーダも酔っ払っちゃった。え、てかゼロワン車は？車できるの？車なんてほったらかしときゃいいわ。マユイランプロップな。何しようんで、タクシーで行こう。サッカー配信って言って盛り上がるね。明日サッカー。何時？明日。前を枠切り替えても前にしてる。もう俺いい。前の枠やって。前の枠に。メールアイテムもらってもいいですか？ああ。メールアイテム。あいだ。何酔っ払ったの？ちょっと前の枠行って。ごめん。アイスだけ押して。酔っ払った。来るは。俺がギャラ払うから。ね、そうですか。眉は？ん？眉は配信で元取って。元取れないよ。頑張ってイベント中だから。取れるから。リスナーさん応援してあげてイベントね。眉にはくれないの。うん。リスナーさんに。うん。眉感じいい？でナイスだけちょうだい。で眉に表彰状あげて。じゃ眉にも交通費は払うから。酔っ払った。うん、タバコ吸ってる子がマユね。知らない人。ちっちゃい子がクルちゃん、うん、もう友達だから、うん、リスナー都合よく頼む、うん、移動して表彰状とナイスを押して向こう移動して、うん、
交通費ね、うん、それはそれ払うよ、うん、来るにも、うん、来るはとりあえず大丈夫だから、イベント中じゃないしな、来る、うん、うん、え、移動して始まったわ、俺もうちょっと限界、ありがとうね今日も、またね、え、だって01、もしうち来るのだギャラくれるって言ったじゃん、1万円全員ゲバ女がよ、お金ないもん、なんでって結構飲んだで、あれレッドブルウォッカ、ウォッカ飲んだで、うん、